袋歯科で行うインプラントが他の歯科医院と違う5つのポイントということですが、1つはインプラント自体をお教えするための無料相談会を開いていること。これによってインプラント自体がどんなものかということを皆さんに広くお教えしています。2つ目はお見積もりをお渡しして総額を決めています。当院での治療は3回に分けてお支払いいただいています。インプラントの手術の日、2回目の手術を行うことでその土台の料金をいただく日、そして最後に全ての治療が終わった日、このような3回に分けて、お支払いをいただくので、ご負担額が一気に増えるというようなことがないようにしています。3つ目、インプラントコーディネーターが2人もいる。ドクターからの言葉というのはなかなか患者さんにそのままでは伝わりにくいという部分があります。もちろん僕らも注意しながらあまり専門的な用語などは使わないようにはいたしますが、このビデオを見てもお分かりのように全てが全て患者さんのニーズに伝わるような言葉ではなかなか喋ることができません。そういった面では間に入るインプラントコーディネーターは彼女たちにが自分たちで分かる言葉で患者さんにお伝えすることができますので、間に立ってインプラントのお話などをすることができるようになってきています。4つ目、光機能化を持つためインプラント治療のスピードアップを図ることができています。光機能化の技術は当院は群馬では一番初め、もうすでに5年間ほどの使用実績があります。これによってインプラント表面の汚れを取り去り、炭素による、簡単に言えばインプラントの汚れ、これを取り去って細胞が乗りやすい形にすることでインプラントを提供させていただいています。スピードアップとしては科学では約1ヶ月、上学では約2ヶ月で力をかけることができるような部分まで進化してきています。5番目、院長が AAID の有資格者である。アメリカンアカデミーオブインプラントデンティストリーという団体はアメリカで唯一インプラント学会を名乗ることができる組織です。その組織のアソシエイトフェローという資格を院長がである私が持っております。これは国内には約30人ほどしかいない資格であり、アメリカでの面接等を受けてきちんとした有資格者としてのライセンスをいただいています。このような点が他の歯科医院との違いだと私は思っています。本日は以上です。